どうも、チャックバスです。今私は、セントラルパークの前にいて、本日はね、あそこのリッツカールトン、見えますかね、旗がちょっと横になってて見えないかもしれないですけど、リッツカールトンセントラルパークに宿泊したいと思います。でね、実はね、この動画は、もうチェックインは済んでいて、さっきね、ニューヨークはすごい雨で外でちょっと撮影できなかったんで、もうチェックインは済ましているんですけども、一応ね、今日はあそこに宿泊ということで、一泊ね、セントラルパーク宿泊させていた、リッツカールトンセントラルパークニューヨークに宿泊させていただきたいと思います。でね、今回は、完全にポイント宿泊、本来ですね、今日8月6日なんですけども、リッツカールトンセントラルパークはなんと1泊10万500円、税金等を入れて10万円近くする、ホテル、めちゃくちゃ高いですよね。で、今回は、マリオットボンボイのポイントをね、8万5000ポイントを消化して1泊させていただきたいなと思います。それではね、ラウンジに入りました。部屋の準備がね、まだできてないということで、今回ね、ラウンジアクセスつけてなかったんですけども、300ドルのオファーが来ましたので、今回ね、つけさせていただきました。すごいです。それではね、せっかくなんで軽くサラダとパストラいただきたいと思います。これねこれ今日も瓶なんですよ。絶対瓶の方がコストかかると思うんですけど、いただきます。まあ、今回ねラウンジつけてなかったんですけども、今チェックインした時にね、本当は600ドルするんですよ。ここ日本円にして6万5000円とかですか。で、もうつける気長くて行ったんですけど、半額でね、オファーをチェックインの時いただきまして、半額だったらいいかと思ってね、今回利用させていただきました。
値引きの幅がねえぐいですよね。もともと600ドルで300ドルですからね。3万2、3000円ぐらいですか。あ、600ドルなんで6万ちょっとですね。間違えましたね。でもここはですね、特にお酒を飲まれる方だったらすごいいいんじゃないですかね。常に食事があって、この時間帯今1時過ぎぐらいなんですけども、その時間でもお酒を楽しめる。お酒飲まれるからしてみると最高ですよね。で、窓際の席はね今空いてないんであれなんですけど、ちょっと、ね、空いたらそっちも撮りたいなと思うんですけど、ラウンジの外はセントラルパークですからね。美味しいです。お豆のサラダみたいな、これはパストラミですね。こういう感じ。めちゃくちゃうまいですね。ニューヨークに有名なカッツっていうパストラミ屋さんがあるんですけども、今度僕のチャンネルでもね紹介してるんですけども、まあ、そこも美味しいんですけど、そこまで変わらないですね。ちょっとパンがちょっと固めかなっていうぐらいで、味は本当にそのままとか言っちゃいけないかもしれないですけど、そのままですね。わざわざそこに行ってね楽しむのもいいと思うんですけど、ここのラウンジアクセスをつけて食べるのも全然ありだと思います。まあこれ3万ちょっとですからね、高いですよね。でもお酒を飲んで、常に食事があって、常にアルコールがあって食事もある。今食事2回言いましたが、そんなに悪くないと思います。これ美味しいですね。ちょっと今回のニューヨークの題材でカッツ行きたいなと思ってたんですけども、気が済んじゃうっていう感じですね。でね、まだチェックインできてない、あ、チェックインとかまだ部屋の方がね準備できてないんで、これからね荷物を預けて、さっきまで、ね、結構土砂降りだったんですけど、雨やんないみたいな、で傘も貸してもらえるみたいな、観光に出かけたいと思います。まあ、ちょっとねカクテルタイムも見てみたいんで、夕方ぐらいには帰ってくると思います。本当に美味しい。こちらランチからの流れで、セントラルパークの名前で、Do you have any plans while you're here? Do you have any plans while you're here? Plans? Plans, like things to do? Oh, my friend, New York? Yeah. Oh, I'm sightseeing. Okay. Thank you. Have a good evening. Here you are. Thank you.
I do want to just show you that your honor bar is just right here. If you happen to find beverages or snacks, some glasses and complimentary water in this drawer. You have your internet TV, so you can access all of these platforms. And inside your closet, you do have a steamer. Thank you. Is there anything else I can assist you with, Mr. Pryor? Thank you. All right. My name is Michelle. If you have anything else. Okay, thank you. Enjoy your stay. Thank you.それではね、客室の方に案内していただきました。今回はね、リッツカールトン、セントラルパークでですね、受付でそのままその店員の方が、部屋までね案内してくれるということで、今も部屋に入った状態なんですよね。で、今回はこんな部屋になっております。いやー広いですね。これがリッツカールトンなんでしょうか。まだまだセントラルパークが見えております。ありがたいですね。これはセントラルパークビューってやつですね。まさかの望遠鏡が置いてあるっていうね。で、ベッドもこんな感じでだいぶ大きいですね。これが一応スタンダードルームだと思うんですけども、このセントラルパークビューはね、これはアップグレードだと思いますね。基本的にセントラルパークビューじゃない部屋もありましたし、セントラルパークビューっていうのはね、また別の括りに、有料で見た時にね変わってたと思いますので、おそらくアップグレードだと思います。ではバスルームです。すげー高級感がすごいですね。まずはお風呂です。入浴剤ですね。これがソープって書いてあるんで石鹸だと思います。で、花びらみたいになってボディーローションですね。これは何ですかね。シャワーキャップですね。シャワーキャップ、あと綿棒と、綿棒ですね、これは。で、これがまた石鹸ですね。あとマウスウォッシュと、これはコットンですかね。あと、安い。爪のお手入れ系ですかね。そんな感じがします。はい。これはちょっと、何ですかね。これはちょっとなんだかわかんないですね。まあでもヤスリの横に置いてあるんで多分そっち系だと思うんですけど、あ、これがヤスリですね。で、お手洗いですね。で、こちらシャワーブースになっております。いいですね。このシャワーブースが独立してる系のやつは本当にいいですよね。で、ここにもアメニティが置いてありますね。で、独立してると。本当に独立してる方が本当ありがたいんですよね。床がべちゃべちゃにならなくて、毎回言っておりますけど。って感じですね。で、これはトッタラチャージの有料のお酒ですね。で、これも取ったらチャージのやつですね。ここは何も入ってないと。で、テレビはサムスンですね。で、すごいですね。 YouTube とか対応してるんですね、テレビに。ってことは私のチャンネルもここでかけれるってことですね。後でかけてみましょうか、無駄に。で、ここも取ったらチャージ系ですね。まあ使ったらですかね。このジョニーウォーカーのブルーラベル、すごい高いらしいですね。アメリカの友人に聞きました。存在すら私はちょっと知らなかったんですけど。あとはこういうセントラルパークの写真集みたいなのが置いてあって、ここはまたあれなんですかね、
お隣さんとくっつけれる系の部屋なんですかね。そんな感じがしますね。違うのかな。一応扉はないんですけど、この扉は何なのかちょっとわかんないですね。あ、来ましたね。あ、ここに扉がでかい。あ、で、ここに金庫と、これは何ですかね。シワ取るやつですかね。アイロンだと思いますね。あとここにスリッパと、これはシャワーのやつですかね。あ、クリーニングのやつですかね。でもクリーニングのやつここにまだありますね。で、ガウンがあります。あ、やっぱりリッツ・カルトンの名前が入ったガウンが入ってますね。いやー、どうですか。これがリッツ・カールトンの客室です。セントラルパークビューいただきました。いやー、すごいですね。せっかくなんでリッツ・カールトンをね、思いっきり楽しみたいと思います。で、今ちょうど2時半3時ぐらいなんですけども、またラウンジがね、ティータイムだったかな、ちょっと時間が変わってサービス変わってるみたいなんで、またそちらも見に行きたいと思います。それではね、今回、宿泊した部屋が814号室ですね。で、こちらがルームキーになっておりますね。これをかざして部屋も入れるし、ラウンジにも入れるようになっております。で、マリオットボンボイのね、メンバーの人は Wi-Fi が無料。で、基本的にプラチナステータスだとマリオット系は朝食ラウンジつくんですけども、リッツカールトンだけね、対象外になっておりますんで、今回はこのラウンジアクセスは有料でつけております。で、マリオットボンボイのね、ポイント仕様の、予約だと、基本的にこのラウンジアクセスってのは600ドルって書いてあるんですよね。で、たまに300ドルの時もあったような記憶があるんで、それはちょっと、時期とかによって変わるのかもしれないですね。私は600ドルの表示があったんで、今回利用しないつもりだったんですけども、チェックインの際にね、オファーで300ドルっていうことで今回利用させていただきました。で、時間が、朝食が7時から11時、ランチが12時から2時、で、ライトスナックっていうのが2時半から4時半。で、オードブルとカクテルが5時から7時半。で、デザートと、ちょっとこれ読めないですね。これが8時から夜の10時半までね、やっております。ですので、まあ基本的に朝7時から、夜の10時半までね、ずっとラウンジは空いてるっていう感じになりますね。で、このリッツ・カールトンではね、基本的にマリオット系のニューヨークのホテルはディスティネーションフィーっていう、宿泊に際してね、確実にかかるっていう、その30ドル分かかって30ドル分の、飲食がね、ホテル内で利用できるっていうのがあるんですけども、このリッツ・カールトンだけね、ないみたいですね。ここでは請求されなかったですね。他のマリオット系ではね、絶対かかりますので、それだけ頭入れといてください。今私はセントラルパークの今部屋にいるんですけども、テレビはね、 YouTube にすごい対応してるんですね。今私のチャンネルを流しているんですけども、こんなことがねできるんですね。いや、これはちょっと面白くてわざわざ動画を回してしまいました。対応してるんですね、最近のテレビは。これがニューヨークで対応してるとはちょっとびっくりでした。リッツ・カールトンの感じです。2階にあります。ラウンジのティータイムに来ております。食べ物はね、そこまでなかった印象ですね。まだこのティータイム中なんですけども、一応ね、これだけありましたんでいただいてみたいと思います。そのままいただきます。
ちゃ美味しいですね。なんか入れ物が温められてる感じで、あったかいですね。で、コーヒーをエスプレッソをいただきました。これは美味しいですね。ぜひ利用される方食べてみてほしいですね。付け合わせのこのジャムみたいなのも美味しいです。レモンとストロベリーと生クリームですね。もしかしたらちょっと食べ物は本当にそれとポテトチップスとナッツとフルーツぐらいしかなかったので、もしかしたら人が少ないからサーブが少ないのかななんて思ったり、ちょっとこればっかりは分かんないですね。味は本当に美味しいです。どれも本当に美味しいです。それではね、これ食べてまた観光に出たいと思います。それではね、今夕方の5時ぐらいになりましたので、夕方のねカクテルタイムだったかな、行ってみたいと思います。カクテルタイムのラウンジに来ています。ちょっとね、一日食べてばっかりいるんで軽くいただきたいと思います。撮ったんですけどね、何かわかんないですよね。してまた観光に行きたいと思います。
1時間出て戻って1時間出て戻ってみたいな感じになってますね。でまたコール。サクッと食べてね観光に戻りたいと思います。いやニューヨーク今日着いたの今日なんでちょっと疲れがねどっと今来てますね。それではね観光から帰ってきました。もうそろそろねホテルの方に着くんですけども今9時過ぎぐらいで、この時間はねデザートタイムというのをねラウンジやっておりますのでちょっとねそちらを利用させていただきたいと思います。それでは行きます。リッツカールトンセントラルパークのエレベーターです。こんな感じです。完全に欲張りましたね。いただこうと思います。チョコレート。めちゃくちゃ美味しいです。アメリカっぽいすんごい甘いのかと思ったらそうでもないですね。これが白い方が白い方が何なんでしょうか。ニュースみたいですね、スポンジの上に。もう一種類と、チョコフォンデュみたいなのあったんですけど、さすがにこれだけで我慢しようと思います。食べなきゃ損みたいな感じになりますよ。あとサクッと食べて部屋に戻りたいと思います。朝食がね7時からということで、ランジの方にね食事行きたいと思います。で朝のセントラルパークはこんな感じとなっております。今日嵐予報なんですけど予報変わったみたいですね。雨を降らないことを祈ります。それでは行ってきます。
morning.朝食です。なんとまあ見栄えの悪いこの撮り方は勘弁してください。ヨーグルトとベリー、あとオレンジジュースとサーモンとトマト。サーモンがむちゃくちゃ大きいです。できるラウンジじゃないんで、それもあるのかもしれないですね。さあ、さあ、美味しい。
それではね、3時半ぐらいになりました。そろそろチェックアウトしていきたいと思います。最後にセントラルパークです。いや、本当に最高の滞在でしたね。それではチェックアウトしていきたいと思います。That's Mr. Hirai. Yeah, Mr. Hirai, yes. Yeah. それではね、リッツカールトン、チェックアウトいたしました。今回は、マリオットボンボイ8万5000ポイントと、クラブラウンジをね、スペシャルオファーということで、本来600ドルのところを、300ドルに、ね、変更していただいて利用させていただきました。で、プラチナステータスとしての、特典としては、Wi-Fi が無料、あと何だろう、レートチェックアウトですね。レートチェックアウトは、4時まで延長させていただきました。いや、本当に今回の間本当に最高でしたね。私もニューヨークいろんなホテル泊まってますけど、やはりリッツカールトンっていう感じでしたね。で、客室の方も、普通の部屋からセントラルパークビューの部屋にね、アップグレードしていただきました。こちらもね、現金だと多少値段が変わるんで、こちらもアップグレードとなると思います。そんなもんですかね。でも本当に店員さんの対応もね、本当に良くて、とても大満足の滞在となりました。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。